やばいぜー、マイズル、やばいぜマイズル、森本隆ならこう変える。今日は市長選挙の最終日です。私の政策を皆さんにお伝えしたいと思います。今回はですね、お金にまつわるお話です。マイズルの税収が少なくてですね、市民サービスがどん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 減らされている、そんなこと間違っております。マイズル市はお金ちゃんとあります。他の市町村よりも豊かな財政です。なぜかというと、自衛隊があります、海上保安庁あります、板ガラスもあります。そして何より隣に原発があって、原発で働いている人たちが多いと、はい、非常に豊かな安定した財源があります。これに原発マネーも入ってきます、自衛隊マネーも入ってきます。舞鶴は他の市町村よりも財政的には収入が安定してですね、非常にいいんですよ。でもなぜお金がないないうのか、お金がないから市民サービスを減らすというのか、それは贅沢をしすぎだからです。はい、無駄なお金、舞鶴とは関係ないお金を使いすぎだからです。この財政を適切に舞鶴の市民サービスを中心にですね、お金を使っていけば舞鶴は必ず良くなります。間違いございません。私はですね、これを経営者としてですね、舞鶴のいろんな無駄とか無駄を省いてですね、特定の企業に流れていく、そんな、お金をなくなしにしましてですね、適切に市民の皆様、舞鶴市民のサービスと舞鶴市民を良くするためのサービスにお金をつぎ込んでいったらですね、また舞鶴市内にお金が流通し始めて、舞鶴はどん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 良くなっていく、舞鶴の経済も良くなっていきますよと。舞鶴のお金をどん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 この市外に出していく、そんな仕組みが今の舞鶴をおかしくしてるんで、適切な税金がたくさん舞鶴には入ってきてます。そのお金を舞鶴市内に回す、そんな取り組みさえすればですね、舞鶴は必ず良くなります。財政的にも問題がございません。これは私が経営者として絶対に間違いないと言えることです。終わり。